ルービン・カーターはアメリカ合衆国のボクサー。現役当時のカーター・ルービン・カーターは1937年5月6日、ニュージャージー州のパターソンに生まれた。11歳の時、白人男性の時計を盗んだとして、州の少年院に送られる。数年後、カーターは少年院を脱走し軍隊に入隊。この頃ボクシングを始めやがて才能を発揮。 二度にわたりヨーロッパのライトウェルター級チャンピオンとなる。リングネームをハリケーン都市、ルービン・ハリケーン・カーターを名乗るようになった。カーターはプロボクサーになる決意を固めるものの、除隊後、故郷であるパターソンに戻ったところで警察に見つかり、少年院の残りのケーキに服した。後に念願のプロボクサーとなり、1961年9月デビューした。 逮捕されるまでに40試合、27勝12敗1分の成績を残した。デビュー戦で判定勝ちした後、続く14戦中11戦で小勝ちした。1963年には、マディソンスクエアガーデンで開催される試合の常連となり、同年12月20日、ピッツバーグのシビックアリーナで、ウェルター級チャンピオンのエミール・グリフィスを 1R2 分13秒に、TKO 勝ちで破った。 1964年12月14日にはフィラデルフィアのコンベンションホールで上位ジャーアデロと WBC 世界ミドル級、WBA 世界ミドル級タイトルマッチを行ったが判定で敗れている。1966年6月17日、ルービン・カーターはニュージャージー州で3人の白人を銃で撃ち殺したとして逮捕された。狂気は発見されておらず。 証言者の信用にも疑問が持たれていたが、陪審員は全員が白人であり、状況はカーターに不利であった。カーターは有罪とされ、終身刑に服することとなった。1974年、カーターはジデン、自伝ザ・シックスティーンスラウンドを出版し、冤罪を訴えた。これは大きな反響を呼び、当時の公民権運動と結びつき、 著名人を巻き込んだ市民デモにまで発展した。例えば、シンガーソングライターのボブ・ディランもこの事件に興味を持ち、独自に取材し、ハリケーンという曲を制作している。こうした流れの中、事件の証人たちが、司法取引による偽証を告白したため再審となったが、証人は再び証言を翻し、判決は前回同様の終身刑となった。しかしその後、 カーターの支援者たちにより、検察により隠蔽されていたカーターに有利な証拠が新たに発見された。カーターたちは違法な抗菌を防ぐための人身保護令状の発行を裁判所に求め、1988年、最終的にカーターは自由のみとなった。1993年、世界ボクシング評議会が世界ミドル級名誉チャンピオンの称号と、 チャンピオンベルトを授与。その後、カーターはカナダのトロントに自宅を構え、冤罪救済活動団体の責任者となった。2014年4月20日、カーターはトロントで死去した。1999年にデンゼル・ワシントン主演で彼の半生を映画化したザハリテーンが公開され、話題を呼んだ。映画ではタイトル戦の判定でカーターが黒人差別を受け、 判定負けとなるが、この点について、当時の対戦者から訴訟が起こされた。事件の被害者遺族は、カーターにとって不利な証拠を、意図的に描かなかったとして提訴した。作中に登場する差別主義者の警官は架空の存在である。テリー、リサ、サムは、事件の9人の関係者が集約された存在である。ルービン・カーター事件に関するカテゴリー。 ありがとうございます。